オーストラリア長首亀は、波中高亀目、ヘビ首亀か長首亀属に分類される亀。長首亀属の模式種。オーストラリア最大高長23センチメートル。背甲の色彩は黒や黒褐色。復興は大型で幅広い。復興の色彩は、黄色や単行色で、甲板の継ぎ目に沿って黒い斑紋が入る。頭部は小型。種小名ロンギカリスは、 長い首の井だが、長首が目属内では、頸部の長さは、校長の60から65%と平均的。妖体は、復興の色彩が黒く、甲板ごとに橙、大々、炭鉱色の反紋が入る。流れの緩やかな火星や故障に生息する。彩色場所や、交尾相手を求めて陸図体に水場を移動することも、ある。外敵に襲われると終戦から匂いを出す。 防御行動をとる。繁殖形態は卵生。4から5月と10から11月に交尾を行う。9から12月に1回に6から24個の卵を、年に2から3回に分けて産む。卵は110から168日で孵化する。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。オーストラリアからの野生動物の輸出は禁止されているため、 飼育か繁殖個体の容体が少数流通する。ありがとうございます。